横浜港未来21日本丸メモリアルパーク横浜港博物館芝生広場の地下が港博物館後方の小舟は日本丸横浜港博物館は横浜市西区の港未来地区にある横浜港をテーマにした海事博物館旧名称は横浜マリタイムミュージアム本会会館以前には横浜市内には1961年会館の 横浜海洋科学博物館があった。20年余りを経過し、老朽化や教会化から同館を運営する財団法人横浜海洋科学博物館では1982年12月に移転拡充を趣旨とした21世紀の船と港のミュージアムを目指してと題した将来構想を策定。1983年8月に練習反戦。 日本岸の横浜での保存が決定すると、誘致計画に盛り込まれていた、日本岸展示館構想も動き出す。1987年4月に、横浜マリタイムミュージアム着工。財団法人横浜海洋科学博物館では、マリタイムミュージアムは、日本丸メモリアルパークとともに、小船日本岸記念財団が管理することが適切で、あり。 東財団は適切な時期に解散する意向を示した。1988年9月30日、横浜海洋科学博物館は閉館し、財団法人横浜海洋科学博物館も解散した。その半年後、横浜博覧会開催に合わせ、日本丸メモリアルパーク内に1989年に港湾や船舶を扱う博物館として、 横浜マリタイムミュージアムの名称で開館した。日本岸の有志を隠さないよう半地下構造とし、屋上は芝生広場とした。横浜港開港150周年を機に横浜港に特化した展示内容へ更新するため2008年秋より半年間休館し、2009年4月24日に横浜港博物館と名称を改め再開館した。また、 2018年3月には、東館内に常設展示室、柳原良平アートミュージアムを開設している。総展示スペースは、地上1階地下 1, 1階、2500平方メートル。ありがとうございます。